朝鮮人民軍に打破されたプエブロ号の航空写真プエブロ号事件は1968年にアメリカ海軍の情報収集艦プエブロが朝鮮民主主義人民共和国に打破された事件である。報告によるプエブロ号の一朝鮮人民軍のゲリラ部隊が大韓民国の牧正規大統領殺害を企てた。 青華大襲撃未遂事件から2日後の1968年1月23日、北朝鮮東岸の本山沖の養上で NSA の電波情報収集任務についていたプエブロ号が領海審判を理由に北朝鮮警備艇などから攻撃を受け、乗員1名が死亡、残る乗員82名が身柄を拘束され、北朝鮮当局の取り調べを受けた。ただし、実際に 領海審判が行われたかどうかについては、現在もアメリカと北朝鮮で主張が食い違っている。アメリカ合衆国政府はアメリカ空軍に戦闘準備を命じ、海軍空母部隊を日本海に展開して乗組員の解放を要求したが、北朝鮮はこれを跳ねつけ、逆に領海審判を謝罪するよう求めた。アメリカは1953年7月27日に、 署名した朝鮮戦争の休戦協定を破るわけにはいかず、またベトナム戦争が拡大し続ける中であり、戦線の拡大は、諸長友好協力相互援助条約に基づく、北朝鮮の同盟国であるソ連の自動参戦を招きかねないことでもあった。結局、アメリカは外交的解決として、反問点での会談で、 北朝鮮の用意したスパイ活動を認める謝罪文書に調印することとなった。上院は11ヶ月の拘束の後の同年12月に解放された。プエブロ号の船体は返還されず、現在も北朝鮮の管理下に置かれて首都ピョンヤン市内の大道交で一般向けに観光公開されており、同国の反米宣伝に利用されている。このプエブロ号事件を受けて、 当時ベトナム戦争の北爆任務前の休養のため日本に初めての原子力空母として寄港していたエンタープライズは北爆任務を中断して佐世保港から緊急出港日本海へと向かった北世紀暗殺未遂に続いて起こった出来事に朝鮮半島情勢は緊張第二次朝鮮戦争の危機を感じさせる事件であったこの事件は アメリカ人を人質に取ることで、北正規政権の北進を断念させる狙いがあったとも言える。一方、戦争の危険を顧みずに、アメリカに挑戦し、ギリギリの外交戦術で、相手の情報を勝ち取る瀬戸際外交の始まりであったと見る者も,もいる。プエブロ1968年1月5日に、日本の長崎県佐世保基地を出港したプエブロは、 津島海峡で行動するソビエト海軍の潜水艦の探知と北朝鮮による通信の傍受を命じられていた。1月21日、プエブロは 4km 近くをソ連製の苦戦艇が通過するのを探知し、翌22日には 20m ほど近くをトロール船2隻が通過した。1月23日、プエブロは北朝鮮の苦戦艇に発見され、国籍を問われて、 正常機を掲げた。苦戦艇は国際信号機 SN を用いて停戦を要求した。プエブロは逃亡を図ったが水平線上に3隻の魚雷艇を発見。さらに北朝鮮側からはミグ -21 戦闘機と苦戦艇1隻、魚雷艇2隻が応援に急行した。苦戦艇の乗組員が雪原し乗り込もうとしたが、プエブロはこれを回避。 なおも逃亡しようとした。これに対し苦戦艇が5 7ト、mm、ル機関砲で、プエブロを銃撃したが走行が厚く、あまり効果はなかった。しかし2回目の砲撃で、見習い機関兵デューン・ホーチスが死亡。苦戦艇から北朝鮮兵士が乗り移って、白兵船に発展。アメリカ兵を縛り上げた後、目隠しをし、重傷で殴ったりして捕らえた。 ウエセタ通信施設の米海軍保安部は無線でこの事態を知ったが、軍産空軍基地の海マイナス4は装備の問題から発信に手間取り救援に駆けつけることができなかった。アメリカ本国で大統領リンドン・ジョンソンが事件を知ったのは乗組員が拘束された後であった。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌に係留されているプエブロ。現在は 反米プロパガンダのための観光資源となっている。タホホペブロは元山港に入港させられ、乗組員は2回にわたって捕虜収容所を移動させられた。乗組員の証言によると、この間に乗組員は拷問を受け、プロパガンダ用の写真を撮影しようとした北朝鮮兵に向かって乗組員がファックサインをした際に最も激しい拷問がなされたという。 艦長のロイド・ M ・ブッチャー中佐も拷問され、スパイ行為を行ったと自白させるため、部下を目の前で処刑すると脅されたという。そのため、ブッチャーは自白を承諾した。北朝鮮側は彼自身の言葉で自白させたが、この時ブッチャーは、ささやかな抵抗として、私は北朝鮮と意外な指導者、金日成に感謝すると発言した際、感謝するを意味するパエアンを、 小弁するという意味のピーオンと発音した。しかし、英語に詳しい者の,のいなかった、北朝鮮側は誰一人として気づかなかった。2014年1月、機密指定解除で公開された公文書により、事件を受けてのアメリカ太平洋軍による対、北有事行動計画、フレッシュストーム、フリーダムドロップがまとめられていたことが明らかになった。このうち校舎では、 核兵器の使用すら検討されていたという、ありがとうございます。